感染防止対策としてトイレなどの手洗い場でエアータオルの使用を中止しペーパータオルを設置している飲食店なども多いと思いますしかしそのペーパータオルの置き方間違っているかもしれませんこのように平置きにすると手洗いの水滴が落ちペーパータオルが汚染されてしまう可能性がありますペーパータオルは取り出し口が横向きか下向きになるように 壁などに設置してください手で操作するタイプの水道栓の場合触るとせっかく洗った手がまた汚れてしまいますこのような場合は手を拭いたペーパータオルを用いて水を止めるようにしましょうまた、給湯室などでの手拭き用タオルも共用はやめましょう